皆さんこんにちは。前回紹介したキスモグダブル、意外にも評判が良かったので、今回は作り方をもっと詳しく解説したいと思います。他に水中ライト2列仕様のキスゴムとロック式のキスゴムの2種類も作ってみましたので紹介しますね。これは使えると思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。用意するのは前回の動画と同じく20サイズのサドルバンド。だいたい20から22サイズの商品を使うと水中ライトが設置できるアイテムが作れます。サドルバンドの穴は 6mm、 画面のようにステップドリルの 7mm で少しだけ削ります。カメラの位置がクソですね。図で紹介しましょう。 7mm のドリルのところを使い、赤い部分を 2mm くらい削ります。 7mm で貫通させてしまうとキスゴムがすぐ抜けてしまうので注意してくださいね。こんな感じです。ゆっくり削ってください。画面のように膨らんでいる方からドリルを入れます。逆から削ってしまうと全く意味がないので注意しましょう。削り終わったら次は細い棒などを使いキスゴムを取り付けます。これで完成です。簡単でしょ？次は水中ライトを2本並べて設置できるアイテムを作ってみます。使う材料は連結サドルバンド、5個入りで400円くらいでした。これは名前の通り連結できるタイプのバンドです。初めから開いている穴をステップドリルを使い 6mm に拡張します。穴を拡張したら同じようにキスゴムを取り付けて完成です。これを使えば2本でも3本でも10本でも設置できちゃいますね。1本にしたいときはずらして外すだけと簡単です。これは後ほど
1200水槽に実際に設置してみましょう。2列で十分なので3つ目の連結部はカットしちゃいます。魚たちが怪我しないようにカットした部分はヤスリで滑らかに仕上げてくれる。これはまたスマートで良い感じだな。上出来だ。1列にしたり2列にしたりラジバンダリさすがに3列はいらんやろう。これつけて喧嘩できそうだな。わらわら。さて次はリクエストがあった。水中ライトの吸盤は水槽にくっついたままライトだけ外されるアイテムをノッコさん、いいアイデアお願いします。ってことで脱着式っていうのかロック式というのかわからんが作っていく。使う材料は PFV兼用台付け、肩サドル。って部品だ。ホームセンターのエアコンの部材コーナーにあった気がする。これは画面の通り、つけたり外したりできる部品だ。パチッとつけると爪が引っかかり、なかなか取れないが、指で挟むと簡単に外すことが可能。ブラジャーのホックを外すのが得意な人にはおすすめな商品。これも前回と同様ステップドリルで6ミリに拡張します。キスゴムを取り付けたら完成です。ってことを水槽にキスゴムがついた土台を取り付け、もう一つの部品で水中ライトを固定させます。これでロックがかかり外れません。軽く指で挟むとロックが解除され外すことが可能です。これもまたいい感じのアイテムになりそうだ。2列使用のライトに設置してみました。かなりすっきりしていい感じ。いや、超いい感じです。下はブンキャオ、上はマインの水中ライトです。続いて1500水槽のブンキャオ水中ライトに設置してみました。この水槽には40センチクラスのアロアナが9匹、ライトを破損するリスクが大きいのですが、これで安心です。
見た目もそんなに悪くない気がする。今日も明日も毎日アクアリウム。ご覧の番組はアクア界ののっぽさん、アクアメーカーの提供でお送りいたしました。